はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。少し前の動画でアメリカアマゾンと日本アマゾンの違いについて様々な観点から説明させていただきました。そちらの動画をアップした後でその動画についていただいたいくつかの質問がありますので、今回は日本とアメリカアマゾンの違いについて出した動画についての質問に改めて回答させていただくという動画になります。再三再四言ってしまって申し訳ないんですが、私は別に中国から商材を仕入れてアメリカアマゾンで販売しましょうっていう自分のコンサルティングが唯一無二の万人に当てはまる絶対的な人生を変える手法だとは微塵も思っていません。一人一人のご趣味が違うように、その人によってどのようなネット物販のスタイルが合っているのか、そもそもネット物販が合っているのか、アフィリエイトやった方がいいのか、その他のネットビジネスをやった方がいいのかっていうのは全く異なってきます。ですからこちらの動画を通してぶっちゃけた話言えば、私は中国から商材仕入れてアメリカアマゾンで販売するやり方が一番好きなので、そのやり方がいいですよっていう話をさせていただくものの、必要以上にこの動画に煽動洗脳されないようにしてください。あくまでもいろいろな YouTube の発信者の方いらっしゃいますから、ネット物販一つとっても幾人かの動画をしっかりと時間かけて見てみて、変に即断即決なんてしなくて全く問題ありませんので、じっくりと比較判別していただいて、ご自身にとってベストな方法を見出していただければ幸甚です。では早速話をしていきます。まずアメリカアマゾンで販売するのであれば英語のスキルが必要なんじゃないのかということについてです。もちろんアメリカアマゾンで商品を出すということは商品ページを作る必要があります。その商品ページは英語なんですが、繰り返しになりますがアメリカのお客様って商品ページに完璧を求めないんですね。なぜならばネット上でポチッと商品をクリックして注文をかけた段階で購入したという感覚は持っていなくって、その商品が実際手元に届いて自分の目と手でチェックしてから初めて購入するかどうかを決める、気に入らなかったら返品返金の手続きを行うっていう感覚がアメリカのスタンダードといっても過言ではありません。よって商品ページ上には最低限の情報が載っていればそれで十分なわけですね。最低限の情報っていうのは商品のサイズだとか重さだとか素材だとか、そういった基本的な実寸ベースの数値ベースの情報がほとんどになってくると思うんですが、そういった情報に関しては Google 翻訳機能を使っても簡単に書くことができますよね。片言の英語、単語の羅列、それで十分になってくるわけです。さらに商品説明文の下の方には SEO 対策として長めの文章を入れる必要があるんですが、こちらに関しては基本的には類似商品からパクってきます。パクると言っても丸パクリするわけではなくって、類似商品の説明文から有益な文章をいただいて多少変更はするものの、その商品を大体コピペして商品ページっていうのが作れてしまいます。そしてその商品ページで商品が売れるわけですので、英語に関しては気にする必要は特にないかなと思います。さらに言えばセラー専用のセラーセントラルという管理画面があるんですが、そのセラーセントラルアメリカアマゾンでも完全に日本語対応しています。管理画面だけではなくテクニカルサポートというセラー専用のお問い合わせ窓口のスタッフも基本的には日本人スタッフが対応しています。例外としてアカウント関連の深刻な問題に関しては英語でやり取りする必要があるんですが、万が一頻繁にそんなことをやり取りする状況になってるってことは、随分以前の基礎的なところで思いっきりボタンの掛け違いをしてしまってる確率が高いので、その物販のスタイル自体がよろしくないというふうに考えていただく方がいいと思います。次、先ほどお客様は商品が手元に届いて自分の目と手でチェックしてから本当に買うかどうかを決めるって話をさせていただきましたが、これイコール返品率が高いっていうことですね。日本アマゾンよりもアメリカアマゾンの方が返品率が高いっていうことなんですが、返品が大変だっていう情報がインターネット上にあったってことなんですが、おそらくその情報ちょっと古い情報なのかなと思います。っていうのも現在ではアメリカアマゾンでは一部のカテゴリーを除いて返品された商品を再梱包して再出品を自動的に行うっていうサービスがデフォルトで開始されているからなんですね。以前は例えば洋服を販売したとすれば、その洋服が入っている OPP 袋という透明の袋、それがビリッと破けてしまっていると自動的に再出品してもらえなかったんです。じゃあその場合どうするかっていうと、アメリカ国内の倉庫に送ってそこでラベルの貼り替えだったり再梱包をしてもらって
再納品を行うっていう手間が発生していたので、それがかなり大変だったっていうことなんだと思うんですが、現在はそれを Amazon 内で自動的にやってもらいます。もちろん例えば洋服がぐちょぐちょにされてしまっただとか、再納品再出品自動的にしてもらえないような場合は、先ほど申し上げた通り外部の倉庫に一度返送手続きを行って、その倉庫で必要な処置を行って再納品するっていう手続きを行う必要が出てきますが、アメリカのお客さんは返品返金する可能性があると分かっている前提で開封しますので、ビリビリぐちょぐちょにしてしまう方っていうのはそこまで多くないかなという印象です。最後、これが一番気になられている方がいるようなんですが、アメリカアマゾンは日本アマゾンよりも市場規模が10倍以上あると。実際アメリカアマゾンは2635億ドルの市場規模に対して日本は204億ドルだっていう話をさせていただいたんですが、市場規模が大きくてもセラーの数がその分多かったら別に意味ないんじゃないのっていうお声も時々いただきます。そこについて数字ベースで話をさせていただきますと、アメリカアマゾンのアクティブセラー、要するに商品を何かしら販売しているアクティブなセラーの数は現在 111.4 万人と言われています。一方日本アマゾンでは 17.3 万人です。ここで市場規模何億ドル割るセラーの人数をすれば、セラー一人当たりの平均的な売上額が出るわけですが、約2倍も違っているわけですよ。よってアメリカアマゾンの方がセラーの数も多いけれども、アクティブセラーの数も多いけれども、売上の平均値は倍ぐらいだから、統計値的にはアメリカアマゾンで売った方がより売上を上げやすい環境ですよねっていうのが私の考え方です。アメリカアマゾンでは登録しているセラーさんの約 40% が個人のセラーだということから勘案するに、個人のセラーさんが稼ぎやすいんだっていうのが自分の数値ベースの印象ですし、さらにさらにさらに言えば、アメリカの EC コマース内での B2C、 要するに個人向けでの販売のシェアの 51% がアメリカアマゾンなんですね。他に eBay があるだとか、ザッポスっていう靴の会社があるだとか、いろんな会社はあるんだけれども、アメリカの巨大な B2C 市場の半分以上はアマゾンによって売り上げが占められているっていうことも考えると、アメリカアマゾンで売る方がいいんじゃないかっていうことで、自分自身もアメリカアマゾン中心で商売をしているっていう流れになります。最後に補足させていただくと、今回回答させていただいたような質問っていうのがイコール自然の障壁になっていると思うんですね。例えばアメリカアマゾンで販売してみたいけど、どうせ英語が自分はできないからダメだろうなだとか、興味はあるけれども返品の手続きがものすごく煩雑で挫折してしまった人のブログを見ただとか、どうせ市場規模も多いけどセラーもその分多いから日本よりも大変なんじゃないのっていう思い込みだとか、そういった嫌な言い方すれば勝手にアメリカアマゾンに参入することを諦めていってしまう方が多いのが、いやらしい言い方すれば一番美味しいポイントだって考えています。今回の動画で話した通り、しっかりと内情を知ってる人であれば、決してアメリカアマゾンの方が悪いよだとか、アメリカアマゾンの方が大変だよっていう結論には至らないと思うんですね。しかしながらネット上の情報っていうのはどうしてもアンチマーケティングみたいな形で、日本アマゾンの方がいいからアメリカアマゾンをただただ批判しようだとか、自分のやり方を進めたいから他に何かしら敵を作ってこっちを全否定して自分のところにお客さんを引き寄せようだとか、そういった姑息な考え方をする人、並びに中途半端な考え方でセラーになって中途半端なところで失敗して、だからアメリカアマゾンは難しいんだって勝手に短絡的な結論をつけてしまって、言うなれば防衛規制ですよね。自分に至らぬところがあったからうまくいかなかったと信じたくないからこそ、アメリカアマゾンだけのせいにしようっていう他責に従るような情報っていうのが山積していますので、そういった情報であまり過度に右往左往されすぎないようにしてください。というわけで今回は中国、アメリカ、私が行っているアメリカアマゾンでの販売はいいよっていう話をさせていただきましたが、だから日本アマゾンはダメだよっていう話は微塵もしていませんので、その点は誤解のないようお願いいたします。何かしら新しいビジネスをやろうと考えた時に、このような形で次から次へと疑問が出てくると思います。その疑問を全て解決してからやり始めようと考えているのであれば、その方は一生できないと思います。疑問っていうのはやってみる前はいくらでも出てくるし、何か一つの疑問を解決したら別の疑問がずっと出てくる。
するわけですね。やっぱりやってみなければわからないことってたくさんあると思うんですよ。よく言うんですが、曲がり角の先に怪物がいるんじゃないかって想像しちゃったらいくらでも不安になることはできますが、大抵曲がり角の先には何もないですよね。ある程度の疑問はもちろん事前にしっかりと解決しておいた上でではあるものの、あとは曲がり角とりあえず曲がってみて、その先を目視してみるっていうことが何よりも自分がモヤモヤしているものっていうのをファッと晴れさせるような大きな第一歩となるんじゃないかなと思います。こういう言い方すると結局海外物販に誘導してるのか先導してるのかって思われるかもしれないですけど、そこが真意ではなくって、私が申し上げたいのは、ずっと質疑応答を繰り返していたところでその人が一歩も進まなければ何も変わらないし、その人が最初の1商品を販売しなければ100万商品商品をリサーチしたところで一生売り上げは0円なわけですよ。そういった腹のくくり方っていうんですかね、そういったものも何かしら新しいことを別にビジネスだけではなくっても始めるっていう際にはものすごく重要なファクター要素になってくるんじゃないかなっていう話です。最後までご清聴くださりありがとうございます。